花崗岩、花崗岩、花崗岩とは、火成岩の一種。流紋岩に対応する成分の新生岩である。石材としては、見影石とも呼ばれる。地下深部で形成された新生岩の内柿に条件を満たすものを指す。花崗岩は、大陸や東湖などの陸地を構成する岩石の中では、非常に一般的なもので、各地で見つかる。 花崗岩の英語名の語源は、ラテン語で、種子や黒粒を意味するである。数ミリメートル径の結晶がより集まった荒い、粒子構造から命名された。花崗岩の平均密度は、通常2.75グラム、センチメートル付近であるが、産地や品種によっては1.74グラム、センチメートルから2.80グラム、センチメートルに及ぶ。花崗岩の主要構成鉱物は、石英。 仮長石、社長石、黒雲母、白キララ、普通核栓石である。自鉄甲、ザクロ石、ジルコン、臨海石のような複製分鉱物を含むこともある。稀に奇石を含む。産地によって、その含有鉱物の種類や比率が、様々に異なっている。含まれる、有色鉱物の名前を少ないものから順に、加工岩の前につけて呼ぶ。副成分鉱物の場合は、 含むとつける。一般に、加工岩中の鉱物粒子の大きさは、数ミリメートル程度で、大きくても数センチメートルまで、それ以上の大きさのものを、巨小加工岩、加工岩ペグマタイトと呼ぶ。巨小加工岩は、加工岩が固結する際に最後に残った部分と考えられ、通常は微量しか含まれない珍しい鉱物が、濃縮されていることが多い。 また大きな鉱物粒子の間に空洞が存在し、美しい水晶、石英の結晶や、ホタル石、トパーズ、電気石、トルマリンの結晶を産出することがある。このような空洞を、アキラ洞と呼ぶ。岩石名の先頭に、細流、素流などをつけて区別することもある。花崗岩は、作り山大海中を問わず、大陸近くの全域にわたって広く分布している。 新生岩にえに地表に出ている部分よりも地下深くの型が広がっていると考えられ、大陸の表面を覆う比較的薄い大積岩の元に横たわる基盤岩の大半を占めていると考えられている。これらの大規模なもの、100km 以上をバソリス、バソリス、定番、100km 以下の比較的狭い範囲のものをストック、ストック、岩株と呼んでいる。 河口岩はおそらく関心を除く、あらゆる地質年代にわたって近くに貫入してきた。世界的には先カンブリア時代に生成したものが多いようだが、日本では茨城県日立市のカンブリア紀のものが最古く、中世代に生成したものが最も広い面積を占める。日本の地表では、阿武隈高地、関東北部、飛騨山脈、木曽山脈、美野高原、近畿地方中部、 瀬戸内海から中国山地、北九州などに広く分布している。このように花崗岩はごくありふれた存在だが、太陽系の地球以外の岩石天体にはほとんど見出されない。花崗岩の形成に水の関与が必要で、海の存在する地球でのみ花崗岩が大量に作られてきたもと考えられている。花崗岩の起源については、 従来二つの学説間で論争があったが、現在ではマグマ説が一般に指示されている。例として、産業技術総合研究所による岩石標準資料の一つである JG-2 岐阜県昼川村の苗木加工岩の組成を示す。単位は重量パーセント。加工岩は結晶粒子が大きくかつ鉱物結晶の熱、膨張率が異なるため、 温度差の大きいところでは、粒子間の結合が弱まり、表面がボロボロになりやすい、風化しやすい。加工岩中の主成分である石英は、非常に風化しにくいため、風化が進むと高生鉱物の荒い粒子を残した、ままバラバラの状態になり、非常に脆く崩れやすくなる。このようにして生じた白から、黄土色の荒い砂を、マサド、あるいは単にマサゴという。加工岩自体には、 マサゴが広く分布し、強い降雨により多量の砂が流れ出すため、花崗岩地帯の多くが砂防地域として指定されている。また、マサゴは、学校の校庭の敷砂などとして利用される。この土が、河川によって海まで運ばれると、風化に強い石英主体の砂となり白い砂浜となる。瀬戸内海の白砂清少や山陰地方の砂丘は、中国産地の大量の花崗岩が元になっている。 花崗岩は硬くて緻密であるが、花崗岩中の社長石や黒雲母は比較的風化を受けやすい。社長石が分解してできる香りナイトの良質なものは糖度として使用される。それゆえ焼き物の町と呼ばれる場所は、花崗岩が地表に出ている地域の周辺に存在することが多い。瀬戸、死柄木などがその代表例である。石材として、花崗岩と呼ぶとき、 学術上は、加工岩でない岩石、戦力岩、反霊岩、変魔岩なども含まれる。加工岩は緻密で、硬いことから、日本では古くから石材として使用されてきた。石の鳥居や城の石垣や石橋に用いられるほか、銅標や三角点、水準点の標石にも用いられてきた。近代の建造物の例としては、国会議事堂の外装に、国産の加工岩、 広島県倉橋さん、議員席、山口県、黒上島さん、徳山市、黒上石、新潟県産、総水見陰が使われている。光沢を出すような表面研磨を本磨きといい、ビルや商業施設、記念建造物の壁などに利用されている。逆に、床石など、滑りすぎて危険な場合、 研磨した後に表面を化学薬品で処理して滑り止め加工を施す例もある。また、ジェットバーナー仕上げやウォータージェットなどの手法で若干粗い表面に仕上げる処理もある。石段や敷石などの場合は、のみ切り、こぶ出しなどの手法でごつごつした表面に仕上げる場合もある。高い強度と滑りやすさを要求されるカーリングの公式競技用ストームは、 すべてスコットランドのアルサクレック寺まで産出される花崗岩で作られている。近年日本で流通している花崗岩室の石材は福建省を中心とした中国産が多い。中国産石材は番号が付けられており100番台が州を示している福建省の場合600番台。花崗岩は特に石材としては三影石とも呼ばれる。三影は 兵庫県神戸市の地名、旧向古群三影町、現在の東灘区三影国町などに由来し、六甲山地から切り出した花崗岩を三影の港から船で地に出荷していた。三影の名前は各地の産地にも転用されている。代表的な例が、福島県達市を中心とした、東ず三影、茨城県笠間市の稲田地区を中心とした稲田市、同じく、 茨城県の桜川市、旧マカベ町を中心としたマカベ石などである。なお墓石などに使われる黒三影は花崗岩ではなく戦力岩や半霊岩であるが黒っぽい花崗岩もある。石材としての花崗岩産地と商品名の例を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。